こんばんばはです映画って昔に比べて手軽に楽しめるようになりましたよね。なんて言ったって、スマホで見れるわけですから、ネットフリックスやアマゾンプライム、さらに UNEXT とか、まあ、他にもありますけれども、まあ、ともかく配信サイト今たくさんありますので、映画見放題なわけですよ。古い映画から新しい映画まで、なんなら新しすぎるんじゃないかなっていう作品まで見れるようになっています。すごい時代になりましたよね。で、今日の動画では、 最近というかまあ今年公開された2本の映画を紹介したいなと思うんですよ。両方かなり話題作です。で、僕もこれを見てですね、まあ、かなり衝撃を受けた作品なんですよね。ただ最初に言っておきますけど、自分の気持ちが落ちている時に見るべき映画ではないです。2本とも。ある程度心にゆとりがある状態で見るべき映画なのかなと思いますよ。そうじゃないと、ただ辛いだけで、 なんかもう考える余裕がなくなってしまうと思うんですよねそれくらい重い作品なんですがまずは1本目ですねアンのことという映画になりますこれはアマゾンプライムで配信されているんですけれどもあらすじを公式サイトから見ていきたいと思います21歳の主人公アンは幼い頃から母親に暴力を振るわれ10代半ばから売春を強いられて過酷な人生を送ってきたある日覚醒剤使用容疑で取り調べを受けた彼女は タタラという変わった刑事と出会う大人を信用したことのないアンだが何の見返りも求めず就職を支援しありのままを受け入れてくれるタタラに次第に心を開いていく週刊誌記者の桐野はたたらが薬物構成者の自助グループを私物化し参加者の女性に関係を強いているというリークを得て慎重に取材を進めていたちょうどその頃新型コロナウイルスが出現アンがやっと手にした居場所や人とのつながりは あっという間に失われてしまう行く手を閉ざされ孤立して苦しむ案そんなある日身を寄せていたシェルターの隣人から思いがけない頼みごとをされるっていうねもうあらすじだけでめちゃくちゃ重いでしょう。過酷な環境で育って薬物に溺れてしまうっていうねもうとにかく親もう母親がねめちゃくちゃなんですよ家はゴミ屋敷だし暴力振るってくるしそんな過酷な境遇で育った案なんですけどまあ今あったようにですねある刑事に よくしてもらって、公正に向かっていくわけですよ。なんだけど、この刑事もいろいろあるし、さらにコロナがやってきて、仕事であったりとか、まあ、勉強のことについても、滞ってしまう。まあ、とんざしてしまうんですね。本当に悲劇的な話です。しかもこれ、何が恐ろしいかっていうと、あの、実はベースの映画だっていうことなんですよね。2020年に朝日新聞が掲載した記事に着想を得て作られた映画なんですよ。 だからこの出てくる刑事っていうのもあの実際のモデルがいるしで、まあ、の検索すると文春の記事とか出てきます世の中こんな不幸あるっていうくらいんまあ重いものを詰め込んだ作品になっているのかなと思いますよ実はベースなんだけど、まあ、これ映画ですからあのオリジナルストーリーの部分も入ってるんですよねそれがあらすじの最後にあったシェルターの,その隣人からの頼み事っていう部分ですちょっとネタバレになってしまいますけどその隣人から 子供を預けられるんですよ。主人公のアンにとって、まあ子供を預けられるなんていうね、そういう出来事は青天の霹靂だったと思うんですが、その子供って他の登場人物とは、やっぱその違う存在だったと思うんですよね。親のようにアンのことを利用しようとするわけではないし、唯一とも言えるピュアな存在っていうので、まあ、やっぱりその、まあ、関わりを持つ中で、希望を見出そうとしたんじゃないかなと思います。ただ、このエピソードを挿入することによって、 よりね、重さを強調する結果になったんじゃないかなと個人的には思いますね。この映画見てると、もう主要登場人物、なんだこいつらって思うはずです。母親は当然として、刑事もそうだし、記者もそうだし、 であの隣人もそうですよものすごい二面性があるんですよねただそういう二面性ってまあ見てる時はなんかこう苛立ちながら見ていたんですけどその見終わった後にいろいろ考えてみるとこういう二面性っていうのがある意味人間の本質なのかなとも思います人間というのは矛盾をはらんでいますよね ある時は善行するんだけど、ある時は悪事を働くっていう、まあ、同じ人間がやるわけですよ。今回で言うと、刑事は本当に薬物依存から、その、更生させたいと思ってるんだけど、同時に、横島のことも考えていたと。矛盾してるように見えるし、まあ、実際矛盾してるんですけど、人間ってそういうところありますからね。このまあ、でもこの映画に出てくる人たちは、ちょっと極端すぎると思いますよ。コロナ禍っていうものが人々の人生を追い込んでいった、 っていうのもリアルですよね。表には出てこないけど、こういう話っていうのはやっぱ日本全国、まあなんなら世界に、まあ、多くあるんじゃないかなと思います。いやー考えさせられる映画でしたね。で、その元になった朝日新聞の記事とかも読んでみたんですけど、すごい人生ですよ。その記事も一応リンク動画説明欄に貼っておきます。次にもう一本紹介したいのが、 ミッシングという映画になりますこっちも激重映画ですからねあの気分がめちゃくちゃハイになってる時にこのアンのこととミッシング連続で見たらすごい落ち着くと思いますよ落ち着くっていうか気が落ちるかもしれないですねあらすじを公式サイトから見てみましょうとある町で起きた幼女の失踪事件あらゆる手を尽くすも見つからないまま3ヶ月が過ぎていた娘ミウの帰りを待ち続けるも 少しずつ世間の関心が薄れていくことに焦る母、沙織は、夫、豊との温度差から夫婦喧嘩が絶えない。唯一取材を続けてくれる地元テレビ局の記者、砂田を頼る日々だった。そんな中、娘の失踪時に沙織が推しのアイドルのライブに足を運んでいたことが知られると。 ネット上で育児放棄の母と誹謗中傷の標的になってしまう世の中にあふれる欺瞞や硬貴の目にさらされ続けたことで沙織の言動は次第に過剰になりいつしかメディアが求める悲劇の母を演じてしまうほど心をなくしていく一方砂田には局上層部の意向で視聴率獲得のために沙織や沙織の弟敬吾に対する世間の関心を煽るような取材の指示が下ってしまうそれでも沙織は ただただ娘に会いたいという一心で世の中にすがり続けるその先にある光にっていうこっちもあらすじからして重い展開ですよね僕も最近子供が生まれたので、まあ、こういうやっぱ映画とかって自分に当てはめて考えてしまうところがありますよねアンのこととはもうちょっとす,ごすぎて ちょっと自分ごとにならない映画だったんですよ。全く経験のない境遇だし、まあ、一歩引いたところから他者目線で見てしまうっていうのが案のことだったんですけど、このミッシングに関しては、やっぱその子を持つ親は割とその自分に当てはめて考える人が多いのかなと思いますね。母親は失踪した娘を見つけるために本当に何でもやろうとするんですよ。それで冷静さを失っていくという姿が多々見られます。一方の夫は、そんな妻の様子を見て冷静でいなきゃ っていう、まあそういう、まあ、自覚というかいうものがあると思うんですよね。だけど夫の方も当然辛いわけじゃないですか。それが不意に込み上げてくる瞬間が、まあその映画の中で描かれていまして、そういうところにも注目していただきたいなと思います。ミッシングの主演は石原さとみさんなんですよ。本当に今作の石原さんの演技すごいですよね。 まあこういう境遇だったらこうなってしまうよねっていう母親を演じていますそれってやっぱ見た目にも表れてると思うんですよねやっぱその娘のためっていうのがもうまず第一にあるから自分のことってもう構ってられないわけですよだからもうちょっと髪とかも傷んでくるしこの映画で一番衝撃的だったのは警察署のシーンですねまあ 見たらわかりますよミッシングは娘の失踪で狂っていく家族っていうのがまあメインテーマですよねだけどその悲劇的な家族を取り巻く環境っていうのが実に現代的なテーマなのかなとも思います流れ作業にも見えてしまう警察にネットのバッシングにで報道のまあテレビ局の現場とか途中でテレビ局のやつがテレビって一体何なんでしょうねという発言をするんですけど、まあ、考えてみると結構哲学的な発言なのかなと思います上層部は数字が欲しいわけですよ まあだから無茶をしようとしますそこに抗う、まあそのう変更報道とかそういうものをかなり気にしてる、まあ、あとその報道が与える社会への影響さらにその取材対象への影響とかを考えてるまあ記者さんが出てくるんですけど、まあ、その葛藤もね描かれていてねこれまた重いんですよねアンのこともミッシングも分かりやすいハッピーエンドが好きな人には向いていない映画だと思いますだけど本当に、まあ、これ今年の作品ですけど いや、両方ね、名作映画だと思いますよ。心をえぐるような、もう、脳に爪痕を残す、そんな作品になっています。アンのことは Amazon プライム、えミッシングはネットフリックスで配信中なので、ぜひね、元気な時に見ていただければと思います。ということで、今回は以上です。最後に、癒しのポコちゃんをご覧ください。よかったね、ポコちゃん。美味しい餌もらえて。おっと泣いてる。 終わった赤ちゃんが泣きそうですがポコちゃんは必死に食べてますねすごい勢いだポコちゃんポコちゃん <laughs> よほど美味しいらしい。